フットガルトは27日、日本代表 DF 伊藤洋樹が筋肉系の怪我により、ウィンターブレイクまでプレー不可能となったことを発表した。今後は日本へ帰国し、リハビリなどを行うとしている。伊藤は25日に敵地で開催されたブンデスリーガ第12高市フランクフルト戦、0 21で負傷。今季はここまでリーグ戦12試合、DFB ポカール2試合に出場している。 スポーツディレクターのファビアン・ウォルゲムト氏は、クラブ公式サイトを通じて、ヒロキの離脱でフランクフルトでの勝利の喜びが曇る。なぜならヒロキは、そのサッカーの資質とメンタルにおいて、我々にとって非常に重要な選手だからだ。残念ながら怪我のため、我々は長期間、彼なしでやっていかなければならない。ヒロキの一日も早い回復を祈っている、とコメントした。 来年1月にはアジアカップが開幕するため、日本代表にとっても不安材料となる。